アクロス・シュゲノブ・ゲレンデアクロス・シュゲノブは愛媛県の東温市にあった屋内スキー場。1999年11月1日に開館した西日本では唯一の屋内スキー場である。上受けなぐん熊高原町の熊総合開発が運営しており、ハーフパイプの他にはゲレンデやレストラン、ショップなどがあった。2009年に韓国で行われた FIS のスノーボード、 世界選手権で優勝し、2010年、バンクーバーオリンピックスノーボードハーフパイプ、日本代表になった青の霊が育った場所でも有名である。また、現在ナショナルチームのコーチを務めている、安岡津藤が指導していた。だが、利用者数の減少などから2012年1月31日に閉館した。2017年4月27日に、 跡地として、王の開発グループで、流門岩を砕いたパウダーを製造する会社のマテラの新工場として、完成、本格稼働した。施設の閉鎖が発表されると、青のレーラが存続させるための活動を行い、5万1795人分の署名が愛媛県に提出された。閉鎖直後は留学していた選手が近くで共同生活をしており、 松山市内のスポーツジムでトレーニングをしたり、夕食を作ったりしていた。しかし再開される見込みがなくなったため、おのおの地元へ帰った。アクロス、重信兵ぶ愛好者ら最後の滑り愛媛新聞、ご協力を、お願いします。青の霊オフィシャルブログ、スノーボーダー、エスドリームハット AB 愛媛新聞、時代を歩く愛媛ゲンバルポ、ありがとうございます。